風の中きらめく君僕の前に緩やかに立ち止まる。AI に怒られるギリギリの線かもしれません。こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。時刻は23時48分です。まもなく火曜日になろうという時間ですね。さて、推しとは語りたいさ。尾張はセントレア沿線で働いていますという宮崎出身。MRT 宮崎放送。FM 宮崎は今後移転するみたいです。あ、そうなの？MRT はね、もう街中にあって、FM 宮崎は、UMK、テレビ宮崎さんの敷地のすぐ隣にあったりするよね。ちょっと離れてる。霧島のあたりかな、にあるんだけどもね。MRT は宮崎駅北の旧宮崎県営球場跡地。へえ、そうなんだ。FM 宮崎は高千穂通りにある、宮日会館でいいの、宮崎の宮に日本の日と書いて、宮日会館10階とのこと。なるほどね。移転するんだ。まあ、そうだね。MRT ももう古いもんね。あそこね、あのビルもね。ありがとうございます。さて、ヒロ兄さん、はじめましたということ。いらっしゃいませ。カズラジはなんか電車ネタ多いんだけどさ。阪急電車といえば昔山陽須磨浦公園駅まで走っていましたよね。そうだよ、最近なくなったね。新海地までしか行かないもんね、阪急はね。今では須磨浦公園駅までは走っておりませんが、阪神は行ってるんだね。幼い頃、最寄りの山陽須磨駅で1日に阪急、阪神、山陽、見ることができますよね、を見られた時には喜んでいたのを思い出しました。もうそのすぐ近くにはさね、JR も走ってるし、あそこはいいよね、本当に。もう電車好きにはたまらないロケーションだと思います。ありがとうございます。昔は阪急も梅田と須磨浦公園がね、特急走っておりましたが、懐かしいな。今、新海地止まりだもんね。ありがとうございます。僕の子供の頃は須磨浦公園駅ってありました。子供の頃というか、結構大人になっても須磨浦公園駅はありましたけどもね。それからですね。ブライアン・ボクセビックさんは、阪急電車の連結の部分、今は運転席のいろんなものを取っ払って、改装して座席にしている車両もあります。ああ、そうなんだ。あそこを取っ払ってるのは知ってる。ただの空間になっていた車両は知ってますけどもね。座席にしてるんだ。まあ、それの方が効率はいいわね。確かに。ありがとうございます。それから、カイカイさん、いつもありがとうございます。エンディングのようなギター、懐かしい感じのメロディーでしたね。あのね、あの曲、僕は下手くそなんで分かんなかったと思うけど、魔女の宅急便の中のに出てくる、海の見える街という曲なんだよね。一節です。はい、ありがとうございます。ジャケットの裏地が唐草模様は可愛いです。可愛いのよ、これがね。裏生地も手が凝ってるものっていいですよね。人には見えないんだけどね、自己満足です。今日コンビニに行った時、ホットドリンクのコーナーに、さゆ、おさゆさんね、さゆが売っていて、思わず、さゆまで売る時代になったのかと思いました。確かに。昔、水が売られた時にね、水って売るんだって、言ってたおっちゃんがいたのよ。うん、水売るのかよっていうね、おっちゃんが言いましたけどもね。まあ、僕は結構ミネラルウォーターっていうね、まだそれほど流行ってない頃からエビアンとか結構飲んでたんで、売っていいじゃんと思ってたんだけどもね。おさゆさんも売るんだね。僕はまだ見たことないけど、今度探してみます。ありがとうございます。それから、あずきさんはギターポートさんにユニフォーム見に行きたいですね。行ってあげてください。カーベツの話してきて、オリックス談義、十分オリックスファンでございますからね。街中でオリックスさん要素を見ると反応してしまいます。うん、そうだね。昨日久しぶりに阪急電車に乗りましたということ。梅田と西中島南方を往復したのですが、帰りは御堂筋線ではなくて、カズラジのネタになるかと思って阪急に乗りましたって。
何やねんそれ、普段の生活からカズラジのネタを探してしまうただのファンでしたというね、ありがとうございます。もうそうやって毎日ね、こうやって送ってくださるっていうのはやっぱりネタに苦労するもんね。ありがとうございます。それから白玉猫さん、いつもありがとう。上沢通り沿いの牛もつ鍋、山本さんですね。メモりました。メモってください。ぜひ行ってくださいね。美味しいですからね。それから緑 NJ さん、いつもありがとうございます。お前さんの髪の毛結構伸びてきたのではないですか。伸びてきました。今日切ろうかなと思ったんだけどね。切ってもらうと結構自分のイメージよりも切りすぎるって感じになっちゃうのね。だからどうしようかな。左右の髪を耳にかけたり、普段僕かけたりしてますよ。ムースなどで後ろに、撫でつけたりしてもお似合いかと思います。ムースもちょっと僕はつけてるんですけどもね。来年2月のキャンプの頃には後ろで一つに結べそうですね。まあ、そこまではね、考えてないんだけどね。さあ、まあ、伸ばそうということを前から僕言ってたでしょ。どこまでじゃあ伸ばそうかという感じに今なってきておりますね。もうそろそろ切ろうかなとも思うんだけども、さあどうなんでしょうか。ひで99さんですが、3068回目の配信が昨日、今日は3070回目のカズラジです。カズチューブです。ありがとうございます。生体犬の件、大変失礼しました。おっしゃる通り、生態系が正しいです。もちろんです。ちゃんと遂行して送ってくださいね。ありがとうございます。ギターの材質によっても音が変わるとのお話を聞いて、改めてギターは生き物なんだなぁとすごく思いました。結局木の箱の中で音を鳴らしてるわけよ、ギターってね。その箱が大きければ大きいほど大きな音も鳴るだろうし、ということで、その響かせるのが木なんだね。で、その響き方が木によって違う。だから音色も変わってくるということなんだけども、昔はね、ブラジリアンローズウッド、ハカランダ、英語読みでジャカランダなんて言いますけれども、ハカランダ材、これがまたね、木目が綺麗でね、このワイルドな木目なのよ。荒々しい木目で。で、これがまたよく響くんだ。まあ、いわゆる、鳴るっていうギターなのね。で、それがまあ、取れないというか、取っちゃいけないことになってさ、今本当に、貴重な材でね、今、その、ハカランダ材、ブラジリアンローズウッドのギターってもう何百万もします。木が取れないから。で、それに代わりに、メインになってきたのが、トップはスプルースという松ね。昔エゾ松なんてなってるの、スプルースというね、松の、木で、横と後ろがローズウッドというね、硬い木で、これもよく響く。これももう高級木材です、今はね。で、今弾いたギターがマホガニー。このマホガニー材もまたね、軽い音がするんだけども、これも高級な材に今なってまして、高いんだ、取れないしね。で、まあ、最近ではいろんな材もあってね、例えば、桜の木を使ったやつ。あるね。ヘッドウェイの桜っていう、ギターは桜だし。あと、メープル、カエデ。これを、バックサイドにする。そんなギターもあって、それぞれがこう特徴のある音をね、醸し出していい感じになるんだけどね。まあ、僕はやっぱり一番好きなのはローズウッドの音が好きなんだけどね。たまにこうマホガニー弾くと、また違った音がしていいかなと思いました。ありがとうございます。坂典さんはね、ローズウッドとマホガニーのギターの音の差、パソコンのスピーカーでは分かりませんが、ちゃんとしたヘッドフォンを通して聞くと分かります。分かる？すごいね。すごいと思うわ。マホガニーの方が響きが軽い感じを受けます。おっしゃる通りです。そんな感じですね。材質が軽いからなんでしょうか。まあ、響き方が違う。まあ、目の詰まり方によっても違うのよ。例えばね、同じ、例えば、スプルースというね、この表板ね、表面ね、このスプルースという、これもスプルースなんだけども、まあ、木があったりで、横がローズウッドであったりとか、マホガニーとかあるんだけれども、音違うね、やっぱりね。まあ、それはもうさっきも、おっしゃる通りなんだろうけども、例えば例えばスプルースというね、この表板に使う、材であっても、その
いいスプルースと悪いスプルースってやっぱあるのよ。で、上等なギター買うと高級スプルースっていうふうに書いてあるんだけど、要するにさ、牛肉でもピンからキリまであるでしょ？だから同じ松のスプルースという木でもピンからキリまであるのよ。だからいいところを使ったギターは高いし、その辺の端っこのところは安かったりするんだろうね。よくわかりませんけれども。そう、牛肉といってもいろんな部位があるでしょ。だからスプルースって言っても同じ松の木でもいろんな部位があるんだよ。だからそれによって値段も変わってくるんだね、きっとね。ということですね。ローズウッドのギターのことは知りませんがという坂典さん。打楽器のマリンバによく使われます。マリンバ、木琴です。マレット、バチのこと存じ上げております。の材質によっては音質が変わりますが、強く叩かなくても遠くまで届くしっかりとした音を出すにはローズウッドが良いと楽器屋さんがおっしゃっていたことを思い出しました。そうなんだね。材によって響き方が違うっていうね、おっしゃる通りでございます。マレットにね、こう布をかぶせて柔らかい音を出したりもしたりするんだよ、マリンバはね。ありがとうございます。そんな感じで、今日もいろいろ喋ってまいりましたが、また取り留めもないのがカズラジでございますね。明日はね、ビジョンのプロデューサー3代3人集まっての忘年会でございまして、梅田に行ってきます。明日梅田、梅田なんだよ明日ね。明日のカズラジは、大前はひょっとしたら酔っ払っているかもしれません。この前神戸だったんでね、近かったんだけど、今度梅田だからちょっと遠いからさ、電車のある時間に帰りたいなと思いながら、まあ帰ると思うんだけどね、行ってまいります。ね。そんな感じで今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。そんな感じで。あとみんなの読んだかな？みんなの読んだかな？あ、坂井戸さん読んでないね。ごめんね。二度寝して昼まで寝ていました。おお、いいじゃない。二度寝が果たして良いのか悪いのか賛否が分かれるかとは思いますが、って、そんなところで二度寝がいいか悪いか、そんな賛否分かれません。そんな論議は存在しません。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。